インマヌエル栄キリスト教会の津田さときと申します。今日は3月3日、今日も、QT の時間を持ちたいと思います。私は普段、サッカーを子どもたちに教えています。火曜日、木曜日、金曜日の朝小学校に行きます。水曜日の午後は別のクラブに行きます。そういったことを通して教会の存在、牧師との関わり、また福音の存在を折々に証ししていくことができるように種まきのつもりでしています。また大人たち、若い人たちと自分自身もサッカーをすることがあります。そういうところから教会に来る人が時々起こされるのですが、スポーツを愛好している人たちが、クリスチャンたちで、天国に行っても続けられますか、天国でもサッカーできますか、天国でも野球できますか、バスケットできますか、そう言われても私は牧師だからといってできますともできませんとも答えられません。できたら一緒にしようねというぐらいのことしか言えません。またもっと難しい質問は、飼っていた愛していたペットが死んでしまった時に、このペットも天国に一緒に行けますか。聖書的な神学的な観点から言うと、魂がないから霊がないから、このピーちゃんはあるいはコロちゃんは天国行きましたと明言することはできません。しかし絶対に行けませんというのは牧会上あまりよろしくないことかもしれません。もちろんそういうことを考えることはいけないことじゃないと思います。中にはずっと賛美してるんですか、天国じゃ寝らんないんですか、ずっと集会出てるんですか、暇じゃありませんか、何してればいいんですか、永遠にどう過ごせばいいんですか、そんなことに関心を持っている人たちがいます。私はあんまり考えないでただ楽しみにしている派なんですけれども、子どもの時に大人になったらどうしよう、大人になってああすればこうすればこのことはどうなるって、あんまり細かく心配して大人になる人はいないと思います。なってきた時になってきたところの戦いもあれば、また、喜びもあります。今日のテーマは、生きているものの神がくださる復活を望みます。どんな姿勢で、どんな思いで復活を、また永遠を待ち望んだらよいのでしょうか。聖書の御言葉に心を傾けましょう。マタイの福音書22章23節から33節。その日、復活はないと言っているサドカイ人たちがイエスのところに来て質問していった。先生、モーセはもしある人が子のないままで死んだなら、その弟は兄の妻をめとって兄のための子を設けねばならないと言いました。ところで、私たちの間に7人兄弟がありました。長男は結婚しましたが死んで子がなかったので、その妻を弟に残しました。次男も三男も7人とも同じようになりました。そして最後にその女も死にました。すると復活の際には、その女は7人のうち誰の妻なのでしょうか。彼らは皆その女を妻にしたのです。しかしイエスは彼らに答えて言われた。そんな思い違いをしているのは、聖書も神の力も知らないからです。復活の時には人は寝取ることも嫁ぐこともなく、天の御使いたちのようです。それに死人の復活については、神があなた方に語られたことをあなた方は読んだことがないのですか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあります。神は死んだ者の神ではありません。生きている者の神です。
群衆はこれを聞いてイエスの教えに驚いた。イエス様の受難衆の論争が続いている、そういう記事の部分であります。その日、復活はないと言っているサドカイ人たちがイエスのところに来て質問してと始まっています。このサドカイ人というのはユダヤ人の議会を形成している大きな一派で、特に裕福な人たちが多かったようであります。パリサイ人と対立している人たちで、復活とか奇跡とかそういったものを信じない、現実主義的な人たちであります。パウロが使徒の働きの中で議会に召集されて取り調べを受けていた時に、この議会の中にサドカイ人たちとパリサイ人たちと両方いるなというふうに思った時に、パウロは私は復活を信じていますというふうに発言しました。それにサドカイ人たちは激しく反発しましたし、パリサイ人たちは復活があるということを支持していますから、パウロのことはそっちのけで、むしろパリサイ人たちはパウロを擁護して復活を支持しますし、サドカイ人たちはこれに反発する。パウロが訴えられていたことをよそになってしまうような知恵ある質問を投げかけたことが書いてあります。ですからサドカイ人たちはここでしているところの質問、ある人がこのないままで死んだら、その弟は兄の妻をめとって兄のための子を設けなければならないという、風習や言い伝えや、また戒めを持ってきて、七人の兄弟が子がないまんま長男から次男、三男、四男と次々七人死んでしまって、そして、戒めに従って、その兄弟たちは順番にその奥さんを自分の奥さんにして、七人の兄弟全部と、その女の人は結婚したことになる。じゃあ天国に行った時、それぞれみんな結婚してたんですけれども、復活があったとしたならば誰の奥さんになるんですか、という、そんな質問をしたんです。イエス様は彼らに答えて言われた、そんな思い違いをしているのは聖書も神の力も知らないからです。別に全く心配する必要のないこと、また分かったからといってどうなるというものでもない。そもそもサドカイ人たちはそんなことを、復活を信じてないし知りたくもない人々だということをイエス様は分かっておられましたから、そんな無意味な質問と見えることですけれども、しかし答えの一端を見せてくださいました。復活の時には人はめとることも嫁ぐこともなく、天の御使いたちのようです。天の御使いたちのようになるから、誰と結婚するとか、地上の結婚は有効だったのか、天国に行ったら誰か新しい人見つけて結婚するのかとか、そんなことは全くないのだ、心配する必要もないのだ、ということを答えてくださいました。でもっと大事なことを付け加えられました。それに死人の復活については、神があなた方に語られたことをあなた方は読んだことがないのですか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあります。神は死んだ者の神ではありません、生きている者の神です、と答えられました。サドカイ人たちへの答えとして大きな3つのポイントがあります。第一に、復活はあるんだということをはっきりとおっしゃいました。神があなた方に語られているよということを根拠に、サドカイ人たちに復活はあるのだということ、それから復活した者は死者の中にカウントされるのではなく、生きる者とカウントされるんだということであります。復活した者は生きているものである。そして最後に、神は生きている者の神ということを明言されました。死んだら死んだ後の関係はどうなるのか、
あるいは復活したら今持っていることはどうなるのか、いろいろと心配する必要はありません。それはサドカイ人がしているような無用な心配です。復活をしているもの、復活を与えられているもの、約束されているもの、そして復活したその先も、神様は今と同じように私たちを永遠に身近にあって導いてくださる。必要な時には、必要なことはその時に知ればよいのです。私たちはただ神様が備えていてくださる道を感謝して進んでいけばいいのです。聖書は、信じる者は永遠の命を持つと約束しています。やがて持つことになるというのではない、持つかもしれないというのでもない、今信じている者は今永遠の命を持っていると書いてあるのです。ですからクリスチャンたちも、死んだら永遠の命に肉体の命が変わるというのではなくて、今すでに私たちはこの地上を永遠の命を持って生きているのです。死の時も復活の時も持っている永遠の命に生かされ続けているのです。ですからその先のことを心配する必要はありません。結婚のことや、あるいは地上のいろんな問題や課題があるかもしれませんが、それは天国に持ち越すものではありません。結婚はこの地上の生涯での祝福であり、また戦いもあるかもしれませんけど、それらはこの地上に置いていくものです。永遠の命に生かされ、また永遠の命の中で復活し、その先も神と共に永遠に生きるのです。一言お祈りしましょう。天の神様、復活ということは、死を経験していない私たちにはいろいろとわからないことがたくさんあることですけれども、私たちはイエス様ご自身が死んでよみがえられて天に昇られ、生きておられ、今私たちのそばに生きておられるお方であることを信じています。私たちはそのイエス様に従って復活してゆけばいいのです。その先のことはあなたが導いてくださいます。感謝してまっすぐに進んでゆくものであらせてください。この地上のいろいろな戦いも、病も、涙も、別れも、死も、皆置いてゆき、永遠の御国にはそういったことが一切ないと約束されている、そのような素晴らしい未来へ、私たちはあなたと共に進んでゆきます。信仰をしっかりと持って生き続けさせてください。主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。